はい。今回はですね、ええー、と、まあ、この時期、毎年なると、ええー、起こりうる、えー、事象と言いますか、ええー、と、よくニュースとかでも取り上げられるようなことですけども、あの、ええー、と、タイヤについてですね、こちらについてお話しようと思います。でですね、あの、ええー、と、まあ、運転される方、ええー、されない方、いらっしゃるか、この動画見てる方でいらっしゃるかと思いますけども、ええー、 えっと、まあ、端的に言えば、えー、積雪路、えー、凍結路、えー、こちらの路面状態で、えー、ノーマルタイヤ、いわゆる夏タイヤとか、って言われてるものですね。で、えー、と走行するというのは、えー、とですね、基本的にっていうか、まあ、絶対ダメです。 あの、えっ、ー、と、安全運転義務違反になり、えっ、ー、と、罰則の対象となります。で、えっ、ー、と、これはですね、沖縄県を除く46都道府県で、えっ、ー、と、道路交通法施行最,最速、えー、細い、えーうん、と決まりですね。または、えっ、ー、と、 道路交通規則により、えー、決まってます。でですね、えっ、ー、と、これ、夏タイヤで、えっ、ー、と、雪道走行した場合、大型車で7000円、普通車で6000円、えー、二輪車で6000円、えっ、ー、と、付で5000円。えーと と、です。まあ、これ、あの、結構、あの、軽いものですので、まあ、そんなものであれば大したことねえやっていうふうに思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、えっ、ー、と、まあ、そのあたりは一応、神はし,してるとは思うんですけども、あの、えっ、ー、と、まあ、何かしら交通事故が起きたときに、あの、えっ、ーえー、と、 例えば、あの、え追悼事故ですとか、あと滑って、あの、えー、他の車両にぶつかった、えー、人にぶつかったとかってなれば、えー、過失割合が当然、えー、するべき措置をしてなかったっていうことで、あの、えー、割合が高くなる可能性が十分にあります。でですね、あの、まあ、冬が来たら、スタッドレスタイヤ、まあ、あの、交換するというのが、まあ、一番ベストだと思います。 で、えっ、ー、と、まあスタードルステイヤまあ1本1万円以上するというのが、まあ結構多いものですので、えー、そんな年に1、2回しか降らないところで、そんな経費が、お金使えないよという方も、まあ当然いらっしゃるのはわかります。ただ、あの、えー、とチェーンとかそういうものに関しても、えー、だいたい、えっ、ー、と、一セット あの、今、あの、最近、いろいろある、そういうふうな滑り止め措置としてあるんですけども、あの、オートソックって言われる、えっ、ー、と、まあ、タイヤに履かせる靴下みたいなものですね。ですとか、あと、えっ、ー、と、スプレーチェーンと言われる、えー、すうんと、空転防止剤、 を含んだあの、スプレー缶なんですけども、そちらにつきましては、まあ,あ、現場の警察官等に判断が委ねられるそうですけども、まあ、一般的には滑り止めというふうな感じで捉えられないということです。もう本当あくまでも緊急時のみの、えー 例えばもう、え、う、っ、ん、と、まあ、スタッドレス履いてても、いや、これはちょっと滑ってどうしようもないなっていうふうなすっごいツルツルなミラーバーンですとか、あとあの、えっ、ー、と、軽、えー、傾斜度が、えっ、ー、と、かなりきつか、きついところで、いや、登れないけど、これ登れないと後ろの車使えてもうどうしようもないなーって時の応急措置として、えー、はめる分には、はめたり、えー スプレーする分には問題ないらしいんですけども、まあ、通常の,あのノーマルタイヤに、えー、履かせたり吹き付けたりするというのは、これは、あの、あんまりよろしくないというふうな見解が多いようです。 でですね、えー、っと、最近、コマーシャルとかでもた、あのー、見かけることが多いんですけども、えー、っと、オールシーズンタイヤというもの、えー、っと、まあ、ここ最近だと、そうですね、よく見かけるのが、えー、ダンロップのもの、えー、こちらのものですとか、あと、昔、昔っていうか、3、4年くらい前から、えー、ちょこちょこ見かけるようになりました、えー グッドイヤーのものですとか、あと他にも、えっ、ー、と、まあ、タイヤメーカー、だいたい各社、1ラインアップくらいは、あの、してるところが多いようです。でですね、あの、まあ、これ、お、んと、オールシーズンだから、まあ、雪道 OK だろうっていうのは、あの、えー、まあ、スノーフレークマークと言います、えぇ、ー、山に、えー、山の、 コズアンの中に、えー、と雪の結晶みたいなものの膜があるんです。もそれが付いてると、まあ、雪道でも走行しても大丈夫ですよという風な指標になるようです。でですね、あのまあだいたいオールシーズンタイヤとかでも付いてるんですけども、ただあのスタッドレスタイヤにすれ、えー、と比べたらやっぱりどうしても性能が劣ります。えー、オールシーズンタイヤというのはまあ うん、見たことある方、いない,ない方、いらっしゃるかと思うんですけど、私はナスタイヤとして使ってることが、と、ここ数,数年でもないんですけども、何回かあの履いたことはあるんですけども、えー、と、それこそ、えー、先ほど申した、えー、ダンロップじゃなくて、えー、グッドイヤーの、えー、ベクター、オール、えーえー、ごめんなさい、ベクターーシーズン、えー、っていう、 ものと、えー、あと、えっ、ー、と、コマーシャルとかほぼ見かけないんですけども、えー、ファルケン。これも一応日本のメーカーになるんですけども、えー、ファルケンの、えー、ユーロウィンター、えー、HS449 というものを、えー、これはあのー、もう、えー、ここ1年くらい、えー、夏タイヤとして履いておりました。でですね、えっ、ー、と、まあ、オールシーズンタイヤ、夏タイヤとしても別に性能的にそれほど劣るというものは、ではございません。 えっとまあい,といろいろと私もあのあとそういうふうに選ぼうと思った際に、えー、いろいろな人のレビューですとかあの動画を見たりあとえー、っともそのタイヤを販売しているお店のネット通販の、えー、レビュー見たりとかいろいろして、えー、どうなんだろうっていうふうなところを探ってはいましたが。 ええと、私の感覚では、ナスタイヤとして見ても、それほど問題はないのではないかっていうふうに思ってます。人によってはもう、あのー、もうノイズがうるさいですとか、あとあの、グリップ性能が若干落ちる気がしてるとか、ま、いろいろマイナスな評価もあるんですけども、ただ、それ、そこまでもう、あのー、悪いって言いますか、例えばあのー、 もう、水がもう、ツルンツルンの、まあ、いわゆるボーズタイヤとか、あの、天然のスリックタイヤとかって言われてる、もう、車検が通らないような、えー、タイヤに比べたら全然余裕で止まりますし、えー、と、雨の日とかでも、まあ、心配は、あの、特にね、滑るからとかっていう風な感覚も特にありませんでした。あの、えーと、まあ、高速とかも、まあ、 えと首都高ドライブという動画で、えー、上げてますけども、それで、えーまあ、ハイドロプレーニング現象的なものを感じてちょっと怖かったとっいうことも一切ありません。でですね、えー、とただ、あのー、このオールシーズンタイというのは、えー、と発進するとき、走行するときはまあまあ大丈夫なんですけども、問題は止まるとき、えー、減速するときですね。 これの時は、あの、スタッドレスタイヤに比べたら、やっぱり性能が落ちます。スタッドレスタイヤというのは、えーうん、とトレッドパターンのブロック見るとわかるんですけども、サイプと呼ばれる、えっ、ー、と、細かいギザギザ。これにより、えっ、ー、と、路面の氷の上にある薄い水の膜。これを、えっ、ー、と、吸い出して、で、あの、えっ、ー、と、 ゴムと氷にこう食いつくと言いますか。あの、まあ、これは違うよというふうなあの話もあるんですけども、よく、えっ、ー、と、冷凍庫、夏場冷凍庫からの氷出そうと思って、手,の手がちょっとあの汗ばんでたり、あの水仕事をした後で素手で掴んだりすると、あのピタッと張りつくことがあると思います。あれの原理を応用して止ま、 なるべく止まるようにしてるっていうふうな、話があります。えっ、ー、と、まあ、北国の人は、なんか聞いた覚えあると思うんですけど、あの、横浜タイヤの、えー、コマーシャルで、小田裕二さんが、滑った氷は、あごめんなさい、えっ、ー、と、乾いた氷は滑らないっていうふうな、えー、決め台詞で、えっ、ー、と、このスタッドレスタイヤは効きますよっていうふうな、えー、コマーシャルを、えー、していたのを、えー、記憶にある方もいらっしゃるかと思います。 でですね、えっ、ー、と、あと、ですね、えー、オールシーズンタイヤについて、いろいろそのマイナス評価とかしてる方もいらっしゃるんですけども、これあの、例えば多走行車、えっ、ー、と、1年にまあ、2、3万キロは確実に走れますよという方であれば、まあ、 一年、まあ、普通のノーマルタイヤ、ナステイヤであれば一年も履けばもう片り、片ベリ、ショルダーが片ベリしたりとか、あとあの、えっ、ー、と、ウェアインジケーターって言われる、あの、ここまではタイヤとして使ってもオッケーですよっていうところのギリギリまで行っちゃったりとか、えー、あと、えー、なんかやっぱりちょっとあの、どうしても下手ったりとかすることがあると思うんですけども、えー、それが、やっぱり溝が深い分、えー、その分が、 2倍まではいかないと思うんですけど、1.5倍から1.75倍くらいの水の深さはあると思いますので、えー、その分の、タイヤライフは、長引くと思います。硬さも、えー、スタッドレスタイヤよりは硬いですし、えー、ノーマルタイヤよりはちょっとだけ柔らかいかなっていう風な、まあ、高度計とかで調べたりはしてないんですけども、だいたいスタッドレスタイヤが45から55、60手前くらいが、 まあ、あの、ベストだと言われてるんですけども、たいあの、触った感じで、まあ、60から75くらいではないかなと思います。あの、大体、あの、えっと、夏タイヤに関しても大体そのくらいの数値。まあ、場合によっては80くらいのものもあると思います。スタッドレスというのは、まあ、旬がありまして、大体、 長くても5年、できれば2、3年ごとに変えるべきものですので、えー、っと、まあ、オールシーズンダイヤもそれに近い感覚でいれば問題ないかと思いますので、えー、できれば、あの、まあ、毎年レベルじゃなくても2、2シーズンくらい、えー、2年くらいですね。で、変えようかなっていう方であれば、スタ、あの、えー、っと、まあ、な、 タイヤライフもそれなりにあるので、えー、経費的にも、えー、経費的って言いますか、お財布にも優しいのではないかなっていうところは、私のと思うところです。特にですね、あのー、まあ、履いてる方もいらっしゃるかと思うんですけども、えぇ、ー、と、経営運送で個人でやられてる方、あとあの、えー、と、個人タクシーの方であれば、あの、まあ、若干、えっ、ー、と、 やっぱりあ、ノイズが嫌だとかっていう風な感じであるかもしれませんけども、やっぱりどうしても、あの、えー、消耗品でもう常に日頃を使うものですので、なるべくお金はかけたくないという方がいらっしゃるかと思いますので、えー、オールシーズンタイヤはおすすめなタイヤではないかなと思います。えっ、ー、と、あとですね、そうですね。まあ、毎年、まあ、 3,4年に1回東京地方では、えー、雪、あの、結構お、うん、その3、40センチまではいかなくても、2、30センチ、えー、まあ、最低でも10センチ、えー、この間1月6日にも降りましたけども、えー、そのレベルの雪は降りますので、やっぱり、あの、東京地方とか、まあ、えっ、ー、と、関東より西側の、えー、太平洋側、まあ、あんま雪降らないエリアなんですけども、 え、そちらでも、やっぱり、スタッドレスタイヤ、まあ、スタッドレスタイヤ、ま、はちょっとなっていう方でも、あの、オールシーズンタイヤ。もし、ちょっとそれも嫌だ、あのー、めんどくさいなっていうならば、最低でも、えー、な、あと、非プラス、えー、非金属製の、え、チェーン。えー、できれば、金属製のチェーン。まあ、どっちでもいいんですけども、えー、を、携行して、冬に備えていただければというところです。あのー、 ちょっと、冒頭になる、冒頭の話にな、に振り返りになってしまうんですけども、え、滑って怖い思いをするのは自分自身ではなくて、相手方に損害を与えることが、考えられます。もし、あの、ナスタイヤじゃなくナスタイヤ、ノーマルタイヤじゃなくて、スタッドレス、オールシーズンタイヤ、タイヤチェーン、などを使っていたら防げた事故が、 あの、ノーマルタイヤ、ナスタイヤを履いていることによって、派生してしまう事故ということが起きることが十分考えられます。罰則も、えー、取られること、えー、も容易に、 想像できます、まあ、えーと、警視庁管内であれば、まあ、こういう風な雪、しょうがないよねって感じで、そこまで厳しく取り締まりはしないようですけども、でも、あのそれも現場警察官の胸先三寸で、えーと、いや、こういう風な事故で、事故になった原因はあなたでしょ もう、あの、スタドレスでなんで履かなかったのっていうふうな感じで、えー、言われて、それで、あなたに原因あるからね、っていうことで、そこで、えっ、ー、と、切符切られたりするってなれば、それはそれで、やっぱり、いや失敗したな、た、うんもう、っていうふうな、事故で、うん投球は上がるわ、 罰金は取られるわっていうふうな感じ、罰金じゃなくて、白寸金ですね。取られるわとかってなれば、えー、やっぱりどうしてもちょっと、いや、失敗したなっていうふうになるのが、まあ、人の心だと思いますし、な、な大丈夫だろうっていう、まあ、せ、えっ、ー、と、何でしたっけ、えっ、ー、と、正常バイアスでしたかなっていうふうな、もの、で、いるよりも、やっぱり、一寸先は闇でもないんですが、やっぱり変える、 あの、ま、確かに経済的には損失になる可能性はあるんですけど、変えるべき時期に変えるっていうのは、まあ、ドライバーにとってみれば、もう、常識と言いますか、まあ、そこまで気を配らないで運転するなというふうに強い感じで言いたくなるような感じもあります。もう、経済的にどっちがお得かっていうのを考えてみてください。 一本一万円で四、例えば四万円です。えっ、ー、と、で、あのー、その交通事故を起こしてしまって、で、等級上がるとなれば、まあ、下手すればもう五万円くらいは上がることもあります。まあ、あの、どんなパックによるかもしれませんけども、最低でも三万くらい、えー、まあ、多いと五万、十万、ああ、上がることもあると思います。 あの過失があると、あもう100%あるとなれば、まあえー、上場酌量で、えー、どうのこうのというのも特にないと思います。もし保険とかに入ってなければ もう、相手からも請求されますし、えー、それが、あの、全然支払えないってなれば、口座裁判を起こされて、それでもう、あの、裁判所から支払い命令が来て、で、えー、それも払えないってなれば、えー、給料の差し押さえてとか、えー、そういうふうな、えー、厳しい処分になる可能性も十分あります。それを考えていけば、あのー、まあ、 4、4、5万くらいの投資。まあ、多くても10万くらいの投資になってしまうんですけども、まあ、時期もあの、もう、持たせたとしても3、4年、えっ、ー、と、まあ、3、4年、5年、ちゅまあ、中にはあの、10年以上履いてる人もいるんですけども、あの、スタッドレスタイヤというのは、あの、柔らかさが重要ですので、えー、柔らかくなくなったものという、あの、タイヤっていうのはもう、夏タイヤと同様です。 まあ日本のブリジストン、えー、と、横浜、東洋、えー、あとどこだまあ、ファルケンも、そう、ファルケンはちょっと下ドレスやめちゃったんですけども、あとはどこだっけな。まあ、そういうふうな日本の国産メーカーであれば、若干柔らかめな性質に持たせるんですけども、他の、えっ、ー、と、例えば、えー、ファあの、ファルケンですとか、 ファルケンじゃなくて、あの、ムッシュランですとか、えー、ピレリですとか、えー、そっちの方の、えー、タイヤは、あのー、夏でも使えるレベルの硬さにしてるというところがあるようです。トイヤも若干硬めという話もあるんですけども、でも、あのー、やっぱり、えー、柔らかさと、あの柔、柔らかさって言いますか、柔軟性を持たせて、えー、その、 氷に食いつくというのが実現しているも、しているものですので、まあ、なるべくそのタイヤライフサイクル、ライフサイクルを考えて交換するべきです。まああの、タイヤというのはまあ、ある意味生ものですので、えー、まあ、普通の夏タイヤであったとしてももう、 白と、しらちゃけてたりとか、あとあの、えーと、ひび割れてたりとかっていうのは、もう言語道断ですし、あとあの、えーと、ウェアインジケーターというものは、ここまでは使っていいですよっていうのも、あの、ちゃんと確認して、で、えー、まあ、ナスタリアであれば安いやつだともう、1本5000円程度で買えたりもしますので、えー、そういうものに変えたりとか、するべきものではないかなと思います。えー、確かブリディストンの、えー、と、 キャッチコピーだったかで、タイヤは家族を乗せているっていうものがあったと思います。あの、どんなに優秀な車、あの、一号回避の車の性能があったとしても、最終的に、えと、ー、インプット、アウトプットして、あの、出力をインプット、アウトプット、アウトプットって言いますか、あの、地面に接してるのはタイヤしかないんです。そのタイヤをどれだけ気遣うかというのは、やっぱり、あの、ドライバーの、 えー、マナーであり、ルールです。それを、あのー、ないがしろにして、えー、事故に遭ってしまっ、あのー、その、滑走路面で、あの、事故に遭ってしまって、いやー、ごめんね、ごめんね、ナスタイヤだったからね、みたいな、ヘラヘラしてると、あい、あのー、その、 被害者側の人にしてみれば、なんだこいつ、な、何笑ってんだよ、なんそんなタイヤ変えればいいだけの話だったんじゃねえかよ、みたいな風にこう、やっぱりあの、ムカムカすると思いますので、えー、なるべく、え今シーズンももう一回くらい雪降るのではないかなっていう風に思いますので、えー、ぜひタイヤの方注目してみてください。えー、本日はこのくらいでしたいと思います。またこんな感じであの、 ええと、まあ、一番こういうふうな、あの、えー、かえー、と、お話とかってなると無線系が多いんですけども、ちょっと気になったものであれば、こんな感じで、えー、お話ししていけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。